こここ。遅いぞ。時間は守らなくちゃ。では美女2人に囲まれるんで興奮しちゃって寝られなかったな。あら、それって私たちが美女じゃないって意味かな。失礼よね、ひかりちゃん。冗談よ、すぐに本気にするんだから。それよりさ、早く入ろうよ。時間がもったいないよ。そうね、行きましょう。さーて、何から攻めようか。二人が元気すぎるのよ。私はちょっと休憩。いや、もう無理よ無理。二人で乗ってらっしゃい。ダメだよ。今日は三人で遊ぶんだから。ううん、いいのよ、気を使わなくて。ありがとう、二人とも。違うよ。君がもう漏れちゃうとか言い出して、それでせっかく並んでたのを諦めたんだよ。ごめんね、そこまでは覚えてないのよ。でも今思い出したんだけど、君が随分悔しがって泣いてたような気がするな。どうしたの？でしょ？うむ、分かればよろしい。なんてね。それにしてもひかりちゃん、本当によく覚えてるよね。だって、何かしら。だって、みんな大切な思い出だもん。そっか。それは君が白状なんだよ。そうだそうだ。冗談よ冗談。ほんとね、何か買ってきましょうか。うん、お願い。
今日はよく遊んだわね。二人ともタフね。そういうかすみさんだってずっと付き合ってくれたじゃない。そうなのよ、自分でもびっくり。まだまだ若いのね。そりゃそうです。それよりもうすぐ閉館だね。どうしよっか。そうね、うん、じゃあ君が決めてちょうだい。うん、それがいいと思うよ。で、どうするの？そうね。あ、そうだ、二人ともお腹空いてない？うん、じゃあどっかで何か食べていこうよ。じゃあ何にしよう。思うよ。で、どうするの？うん、いいよ。かすみさんは？ほんと元気ね、二人とも。でも乗りかかった船よね。とことん付き合うわよ。